イージスアショア計画が白紙となり、現在、ミサイル防衛に欠点のある自衛隊。イージス艦建造計画が現在進行しているのをご存知でしょうか。今回は次世代イージス艦建造計画を詳しく見ていきますね。トマホークがアメリカで売却承認されると反撃能力も拡大し、抑止力は拡大します。ヤマトを継ぐ護衛艦が誕生するのかな。2022年10月末、日本がアメリカに対して艦艇搭載用の長距離巡航ミサイル、トマホークの調達を持ちかけているとの報道が、大手のマスメディアから次々と行われ、日本を取り巻く安全保障環境の悪化をうかがわせている。トマホークは、アメリカ海軍艦艇で主力として装備されている対艦、対地攻撃用の巡航ミサイルであり、過去にも日本側から調達の打診を行ったこともあったが、これまではアメリカ側の判断で実現には至らなかったとされてきた。トマホークには様々なバージョンがあるが、具体的にはかつて日本が2013年頃にその取得の打診を持ちかけた時期には、当時のアメリカのオバマ政権はいたずらに中国等を刺激することを恐れてか、首を縦には振らなかったと言われる。しかし、今回のタイミングでの日本のトマホークの調達に関しては、アメリカ側も好感触であるように、報道では伝えられており、この背景には、各種の弾道弾や巡航ミサイルの乱射を繰り返す、北朝鮮の動きが懸念されていると召されてる。トマホークは、速度こそ亜音速ではあるものの、最大射程距離は 1200km 以上もあり、様々な実戦で使用された豊富な実績を誇ることから、北朝鮮への強力な抑止力として、日米双方の思惑が一致したとも言えそうだ。日本では、こうしたトマホークのような兵装は、これまでは敵基地攻撃能力と呼ばれ、自衛隊が掲げる専守防衛の理念に合致しないとの見解が根強かったが、ここに来て、それらを反撃能力と呼ぶことで、政治的な解決を進めている形でもある。敵基地攻撃能力を反撃能力という言葉上の言い換えに成功したところで、本来の軍事的な意義は全く変わらず、日本を攻撃してくる可能性のある仮想敵国に対し、むしろ、先制攻撃すら可能な兵装を日本が保有していると示すことが肝要だろう。その意味で、日本の海上自衛隊の艦艇が、トマホークを兵装に加える利点は大きく、いざとなれば、強力な対地攻撃の打撃力を有すると思わせることは、懲罰的な抑止力として、日本の周囲の仮想敵国に攻撃を躊躇させる備えになると考えられる。このトマホークの調達の可能性が昨今再浮上するまでは、日本は陸上自衛隊で現在配備中の1不敷地対艦誘導弾をベースとして、その最大射程距離を現行の 200km 弱から5倍以上に伸ばす能力向上型の開発を進めていた。しかし、この1不敷地対艦誘導弾の能力向上型の実戦配備は、少なくとの今から4年後の2026年を目途に進められているため、飛躍的に頻度と改良を進めている北朝鮮のミサイルに対抗するには、日本に時間的な余裕がなくなっているとも感じられる。そして、その現状に思いを馳せれば、主として北朝鮮のミサイルの迎撃を担うべく導入が進められていたものの、発射後のブースター落下の制御が困難との理由で白紙撤回されたイージス・ショア、つまり日本のミサイル防衛の今後の対応も頭をよぎる。陸上配備型のイージス・アショアの配備中止を受けて、日本側ではその代替策をそこで使用すべく調達しようとしていたスパイ、
7レーダーや SM-3 のミサイル自体をそのまま流用し、イージスシステム搭載艦という名称で建造する方針を打ち出した。加えて、2023年度の防衛予算の概算要求のタイミングで、このイージスシステム搭載艦の使用が報じられるに及び、それは、基準排水で約2万トン、全長が約 210.0メートル、全幅が約40メートルもの規模の大型艦艇となることが判明した。このイージスシステム搭載艦の大きさは、海上自衛隊の現行の艦艇の中でも、今、まさに、航空母艦化改修を施されつつある出雲、片護衛艦に迫る規模であり、全幅だけ見ればそれすらも凌駕しているほどの巨大な艦艇となっている。そして、このイージスシステム搭載艦は、従来のイージスアショアが担うはずだった弾道ミサイル防衛の能力に加えて、航空機や巡航ミサイルの迎撃にも対応すべく、SM-6 や一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型など、他のミサイルの搭載まで包括するという。2020年6月に、イージスアショアの配備中止が撤回されて以降、今年2022年夏までの日本を取り巻く安全保障環境は、確かに、北朝鮮のミサイル技術や同時発射数など、あらゆる面で悪化していることは否めないが、それでも、少し強欲な計画に見えてくる。現在のイージスシステム搭載艦の SM-3、SM-6、そして、12式地対艦誘導弾の能力向上型までの実装を想定した件付けを聞けば、後付けの政治的な判断を理由に、無理やりなミサイルキャリア艦に仕上げようとしているように思えてならない。しかも、そこでも、搭載兵装の一つに挙げられた一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型だが、今回浮上したアメリカからのトマホークの調達が実際に行われれば、実績と多艦艇との兵装の互換性の点からも、その意義が問われることが想定される。イージスシステム搭載艦の建造計画は、2024年から、まず1隻目を寄港して、2028年3月に就役させ、続く2隻目の翌年の2029年3月には就役させる方向で進められる予定となっているが、果たしてこのまま進むのかには、不安を禁じ得ない。仮に、他の海上自衛隊の艦艇が、実際に、トマホークを調達可能となった場合には、現行で装備している VLS、垂直発射艦に、改修を施すことで対処は、できると思われるが、イージスシステム搭載艦も、そうした対応が求めれるのかもしれない。一応、今のロシア・ウクライナ戦争等を見るにつけ、でき得る限り、国産の兵器を自給可能としておくことはいざという場合に備えて有益だとは思われるが、実戦経験のない日本が、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型のみに頼るような形には、疑問も感じる。まあ、現時点では、これだけ日本が、トマホークを調達する可能性が、現実味を帯びてきとはいえ、未だ確定ではないため、それだけを頼りにすることにも、問題はありそうだが、すでに、性能には、疑いがない兵装だけに、安心感は段違いだ。ただし、トマホークの件で、最も期待できそうなものは、イギリス海軍の攻撃型原子力潜水艦である、アスチュート級がそうであるように、533mm 魚雷発射艦から運用が可能なタクティカルトマホークの潜水艦への実装ではないだろうか。昨今の情勢を反映して、海上自衛隊の潜水艦に、も、VLS、垂直発射艦を搭載する研究も、同時並行で行われるというが、タクティカルトマホークであれば、それがなくとも、既存の 533mm 魚雷発射艦を活かしたままで、対地攻撃能力を獲得できえるからだ。いずれにせよ、来年度の2023年分の予算から、
大幅な防衛費の増額に舵を切る選択をした日本政府だが、ロシア・ウクライナ戦争の成果を横目に見ても、真に有益な兵装と運用体制の強化を図る必要があり、不確かなものに投資する余裕はないだろう。そもそも、イージスシステム搭載艦が、今の大きさを必要とすることとなったのは、陸上のイージス・アショアで使用することが、大前提のスパイ7レーダーを、そのまま艦艇に搭載する設計を行ったためであり、本末転倒な感も否めない。今後、アメリカ海軍のイージス艦が搭載する、新型のイージス艦用のレーダーは、スパイ6になる見込みであり、アメリカ海軍に準じる海上自衛隊でも、その導入が否定路線となっており、イージスシステム搭載艦の汎用性の低さは、すでに垣間見えている。もともと、陸上配備型のイージス・アショアを日本が選択した大きな理由も、乗組員の確保が今後ますます厳しくなることが予期させれる既存のイージス艦等に対し、そうした負荷から海上自衛隊を解放するとの見方があったが、今や切り消してしまっている。